LR-2LR-2 はビーチクラフト社製のターボプロップビジネス機であるスーパーキングエア350を改造した陸上自衛隊の連絡偵察機。LR-1 に代わって1999年から2016年にかけて順次入れ替えが行われ、2020年3月末時点の保有機数は7機。2017年5月に1機が事故で損没した。 公式の愛称は、ハヤブサコールサイン、ロメオ。黒く塗装された LR、LR-2 のボンネット機体は、ベース機のベントラルフィンが大型化したのみで、航空機としての性能は、ほぼ同等である。LR-1 と同じくカメラなどの偵察機材を搭載しており、偵察機としての運用が可能である。LR-1 で採用された余圧を排した、ガンシップ型は、 大幅な改造が必要なため設定されなかったが、機体が大型化したことで、患者空輸用のストレッチャーを搭載するほか、自動体外式除再動機や生態情報モニターを積む、余裕もあるなど緊急患者輸送能力が向上した。ただしエアステア式であるため、患者をストレッチャーごと乗降させるにはリフターが必要となる。ベストセラー機をベースにしているため部品の入手性も改善された。 塗装は LR-1 のような明細塗装ではなく特別輸送ヘリコプターと同じ白バイに青のラインという塗装が採用された。1999年1月22日に初号機が納入。試験や操縦教育が1年間実施され2000年から配備がスタートした。通常運用時の離陸滑走距離は700メートルであるが陸上自衛隊は ヘリコプターの運用を前提としているため長さが足りない飛行場もあり、明けの飛行場を利用する場合は燃料を限界まで減らして滑走距離を詰め、より長い滑走路を持つ飛行場や空港での燃料補給が必要であるなど運用上の制約がある。陸上自衛隊では2017年時点で最も高速かつ航続距離が長い航空機であり、全天候能力も有する。 このため、緊急患者輸送の任務が多く、連絡と偵察の兼任機として配備されているが、実質的には多様機である。2006年に、本州における LR、LR-2 の集中運用を目的に、第1ヘリコプター団本部管理中隊及び、東北、東部、中部方面航空隊本部付帯の LR-2 を集約し、 1> 第1ヘリコプター団参加に連絡偵察飛行隊が編成された。陸上自衛隊では固定翼の練習機を配備していないため、パイロット候補は海上自衛隊の小月教育航空軍省が厚、教育航空隊第201教育航空隊に派遣され教育を受ける。例としては2015年4月23日の那覇、福岡、 同4月26日の石垣島那覇、同4月30日の函館札幌、同6月5日の釧路札幌などの出動実績がある。2017年5月15日に休館運送のため出動した北部方面航空隊の所属機が函館空港西方約 30km を飛行中に消息を絶った。現場はあっさ町うずらダム周辺の山中で、 視界不良のため景気飛行方式で飛行しつつ着陸準備をしていたとみられている。当時は、あっ部長町に雷、濃む注意報、函館市と北都市に強風注意報が発令されるなど大気が不安定な状態であった。5月16日朝になって、北都市の袴越山山頂から東に3トルの山中で機体が発見されたが、 乗員4名はいずれも死亡が確認された。北部方面隊陸上総体西部方面隊第15旅団。ありがとうございます。